はい、それでは今回は階層的クラスター分析について話をしていきたいと思います。クラスターというのは集団とか集落なので、まあ一つの塊というようなイメージでいいですね。そして階層的ということについてですが、今回はですね、例題としまして、デンドログラムと呼ばれる樹形図、このようなものになりますが、こちらを最終的に作成をするということを目的として、階層的クラスター分析を理解していこうと思うんですが、階層的というのはですね、このデンドログラムを切る位置によって、つまり、例えばこういう位置で切れば、3つの塊と2つの塊、つまり、階層としてですね、クラスター、塊としては2つと見れるわけですね。とか、例えばこういう位置で切れば、2つ、1つというような感じで、塊としては3つになりますよ、というような感じで、階層的というのは切る位置によって塊の個数が変わってくるということで、階層があるというふうに表現をします。非階層的ということはですね、こういうような、今みたいにですね、2つと3つとか、2、2、1というような感じで、塊の個数が変わらないもの、もう最初に2つと決めたら2つのまま、3つと決めたら3つのままというような感じで、階層がないということで、非階層的というふうに表現をしたりします。今回は階層的なので、塊の個数が切る位置によって変わりますよ、というような感じになりますね。はい。それでですね、今回は階層的クラスター分析の中で、最近隣法、最遠隣法というものを考えていきたいと思います。他にもですね、ウォード法とか群平均法というようなものが階層的クラスター分析の中にはありますが、今回はこちらについて話をしていこうと思います。まずはですね、この最近隣法、最遠隣法というものを言葉で確認をしていきたいと思いますが、2つのクラスター、塊ですね、の要素の組み合わせの中で、最も近い、まあ近いは最近隣法、遠いは最遠隣法、最も近いものをクラスター間の距離として、クラスター分析というものを行っていきましょうということになりますね。要するにですね、最近隣法、最遠隣法というのは、クラスター間の距離というふうに認識をしていきます。例えば、こうクラスター、塊がありまして、その中のまあデータがですね、こんな感じで、塊の中でも、こうデータの数値の大きさによって位置が変わってきたりします。後ほどまた例題で考えますが、例えば BC っていう塊、例えば AB っていう塊、こんな感じですね、AB とか BC とか AC とか DB っていうような感じで、こう数値の位置によって距離が変わってくるわけですね。そんなイメージを持っていただいて、最近隣法というのは、その集落、クラスターの中で一番近いものを採用して、この塊の距離としますよ、というのが、